い、ゲストのコーナー、前回に引き続きまして小野あかねさんです。お願いします。一人広報の戦略書、よろしくお願いします。 PR のゴンゲでございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。嬉しい。はい、前回もね、広報についてのお話たくさんさせていただいたんですけども、はい、そう、あとね、そうだ、この前回の動画でもちょっと言い忘れちゃったんですけど、はい、うちもその広報を募集したりとかね、うん、する機会結構あるんですけど、人気ありますよね。あ、広報職です。なりたいですって人は多くないですか。おー、いいみたいですね。多いなってイメージがあって、で結構未経験の方もいっぱい応募されてくるけど、はい、どういうイメージなんだろうなっていうか。ああ、いや、そうですね。だからこれ実務の大変さがあんまり伝わってないのかな。多分そうだと思いますよ。ちょっと感じてます。うんうんうん、ねえ。ねえ。結構広報さん自身がメディアに出るケースもあるじゃないですか。めちゃめちゃありますよね。なんかやっぱどっちかというとこう華やかなイメージ、ね、まあそうなんでしょうね。なんかキラキラ広報なんていう言葉もあるし、ありますよね。でもなんかキラキラ、まあ、キラキラしてて別にいいんだけども、うん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 、意外とこうギラギラ広報だよなっていうイメージもあって、うん、結構その表がキラキラなんだけど裏が結構ギラギラしてる仕事じゃないですか。相当テンション高く持って、はいはい、折れない心を持って、うん、ね、うん、アンテナを張りまくって、はい、人に会いまくって、ね、相当ギラギラしてるから、うん、やっぱだから向き不向きはあるんでしょうかね、ある程度は。うん、あ、そうですね、うん、多少はやっぱりあると思います、うんうん、インドアの候補の人がいるんですかね。あ、もう全然人に会いませんみたいな。あ、そうですね。例えばなんか戦略とか作詞的な、うん、あのね、役割に徹するっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、やっぱ一般的には高いコミュニケーション能力すごく求められますね。ですよね。またこう振られる回数が多いよ。そうなんですよ。だからこれハートが強くないと一般的な仕事でね、うんうん、仕事打ち合わせだなんてとか時間もらって、はい、振られるってそんなないわけじゃないですか、はい、ないですないです、ね、営業か広報かぐらいな感じの、うん、はい、本当そうですよね、ね、うん、こんなに振られるのかって。そうですね、まあ、メールとかしても全然返ってこないですもんね。全然返ってこないじゃないですか、はい、だから僕は結構、うん、まあ、社内とかにも広報の説明をするときに、うん、その0点を叩き出す可能性のある仕事って言ってるんですよ。結構プレスリリースなんかね、はい、なんかこうサービスを作りましたとか、はい、なんかこうなりましたっていう時にプレスリリースを出すみたいなのが仕事だって結構思ってる人もいるんだけど、はい、それが一個ものなかったら0点じゃないですか。いや、本当そうですね、うんうん、でもよくある話ですよ、うんうん、そうですよね、はい、プレスリリースを出すのが仕事じゃなくてその後にそれをこう乗っけたり話題にしたりとか広める仕事だから、うん、はい、広まってなかったら0点っていう、そうなんです。だからこの0点の怖さとの戦いっていうのはすごい広報はあるなって昔から思ってるんですけど ね、かなりプレッシャーがかかるので、うん、そういう意味ではね、本当にハートが強くないと、うんうん、大変だなって。そうなんですよ、思います、ね、うん、で社長とか経営陣が、ね、うん、すごいこう熱量が高い、はい、リリースであればあるほどすげえ長くなって全然こう、うん、ね、グッとこないやつになっちゃったりもするんで、まあ、そうなるとまた0点出しちゃうかもしれないしな、うん、ところもあるから、はい、まあ、その辺も含めて大変な仕事であるんですけども、はい、今日はですね、そんな一人広報の達人の小野さんが、はい、教える使える広報の技術参戦、うん、これ言いたいと思います。これも困ってる人多いと思いますよ、はい、多いですかね。はい、もうどっからやったらいいかとか、うん、テクニックがない、全然勝てない、はい、それこそ0点出しちゃうみたいなね、はいはい、方も多いと思いますんで、うん、そんな方々に向けてですね、はい、ぜひ優しく教えていただければと思いますが、はい、じゃあまず一つ目、はい、お願いします。はい、まあ、一つ目はですね、はい、最近名前が変わっちゃいましたけども、はい、ツイッター X、 出た X X、 、はい、X を活用するっていうのは、はいはい、まあ、本当に今日から、うん、今から、うん、でもアカウント取ればすぐできるんですけど、うん、これは一つおすすめをしてます。はい、はい、なんでかっていうと、うんうん、これ
広報さんって、うん、メディアの方に対して、うん、まあ、コミュニケーションとって、うんうん、でいろんな媒体に露出機会を作って、うんうん、それを多くの方が読んでもらうことでサービスを知る、うん、使ってもらうっていうところが、うん、いわゆる描いてるゴールじゃないですか。そうですね。でそのためにはまずメディアの方とたくさん知り合うことが必要なんですけど、うんうん、はいはい、これ誰も一人も知り合いがいない状態で一からいろんな関係性作るってめっちゃ難しいんですよ。めっちゃまずい、はい、うん、で私も10年やってる今でもやっぱり難しいんですけど、うん、ね、一つきっかけとして手っ取り早いのは、うん、ツイッターにどこどこの媒体の編集部さんとか編集長さんってこういますもんね。そうなんですよ、うん、自分の身分を明かしている方も結構いらっしゃるので、うん、まあ、そういう方と、まあ、ツイッターまずはフォローしたりとか、うんうんうん、そういう方が何のネタを探しているのか、うんうんうん、何を感じているのかっていうことを、キャッチアップするためにも、うんうん、まあ、ツイッターすごく有効ですし、うん、自分が自ら情報発信するっていうこともできるので、うんうん、これはまず一つおすすめであります、うん、はい、質問です、うん、はい、これはじゃあ会社のアカウント別に己のアカウントを作るべしっていうことですか、はい、これはもう会社の判断なので、うんうん、どっちがいいって吉吉はなかなかこうつけがたいんですけれども、うんうん、まずはですね自分のアカウント、うん、まあ、別に候補さんと明かしても明かさなくてもいいんですけど、メディアさんフォローしたりとか、うん、候補の同業者をフォローすることは全然できるので、そうですね、まずは自分のアカウントを開設するっていうところから始めて、うんうん、発信力に慣れてきたら企業の公式アカウントを一緒に運営していくみたいな、うんうん、その段階が、まあ、初心者さんにはおすすめかなと。なるほど、まあ、確かにいきなりやっちゃうと怪我しちゃうかもしれないですよね、うん、そうですね、うん、まあ、でもそれで結構そのこういうところに出たいなみたいな媒体の方をフォローすることによって、あ、こういう媒体はこういうことを書いてんだとか、はい、その辺も見えてきますね。そうですね、結構なんか編集長の方にね、うん、とかエディターさんの方にねみたいなことが書いてあったり、うんうん、あとはネタを募集されてるケースとかもあったりするんですよね。なので、まあ、それって本当にメッケモンじゃないですか、うんうん、広報さんにとっては。でそれで、あ、じゃあ企画書作ってとかリリース書いてとか、うん、これリリースぴったりだから送ってみようみたいな、うんうんうん、まあ、いい機会にもなるので、すごくおすすめです。かけができるというですね、はい、はい、ということで一つ目は X を使え、はい、X です X でした。では二つ目お願いします。はい、はい、二つ目は、はい、まあ、TwitterX から、まあ、うん、一歩進んで、うんうん、ぜひ、まあ、いろんな本が出てますので、うん、まあ、本とネットを使い倒すっていう。本とネット、はい、はい、まあ、書籍は、まあ、当然有償のものですので、うんうん、ある程度予算とか、うん、まあ、お金がかかったりしますけど、まあ、とにかく今一人広報とか、うん、広報周りの本がすごく増えてます、うん、でいい本いっぱい出てるので、もし何もわからないとかどこから手をつけていいのかわからないっていう場合は、ぜひまずは本屋さんに行くっていうこと。これじゃないですか。ありがとうございます。これ以外にもねたくさん出てるんですよ。これでどん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 新刊が出てたりしてるんですよね、うんうん、先月も今月も。なのでちょっと本屋さんに行くと、うんうん、広報 PRみたいなところの書籍棚がかなり充実してますので、うんうん、ここをうまく使うということと、うんうん、まあ、そうは言っても、うん、まあ、お金がかかったりするので、もうちょっと手軽にやりたいっていう場合は、うんうん、プレスリリースの配信プラットフォームっていうのが、はい、まあ、大手さんだと PR タイムさんだったりとか、うん、アットプレスだったり、うん、あとは無償、うん、まあ昭和、あ、じゃあ、角川さんがやってる、はい、やってますね、プレスウォーカー、はい、うん、こちらはもう一生無料でやりますよってことを角川さん宣言されてますけど、うん、このプレスリリース配信プラットフォームの中にもいろいろとコンテンツがあったりする場合もあるんですよね、うん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 、で候補こんな時はこういう風にした方がいいですよとか、プレスリリースの書き方ってここがポイントですよとか、うんうん、あとは候補チームの作り方ってこういうところを気をつけた方がいいですよっていう、すごい細かい情報まで網羅されてるケースがあるので、うんうん、ここはぜひ一度、まあ、いろいろ各社さんのプラットフォームを訪れて、うん、自分の、まあ、足りないインプットをそこで補うっていうことをすると、戦略立て、計画立てとか、うん、ネタ探しとかも全部ここで流れます、うん、はい、
でも確かにあの PR タイムズとかアットプレスとか、はい、うん、他社のプレスリリース見るのって勉強になりますよね、はい、めちゃくちゃ勉強になります、うん、私も結構よくやってます、はいはい、結構僕もやってて、うん、あのほら自分ところは自分ところのプレスリリースはもうなんかフィルターかかっちゃってるから冷静に見れなかったりするんだけど、はい、他社のはもうほら関係ない、うん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 、普通の客だから見て、はい、あここがあれだよなとかダメ出ししたりして、はい、よくやってます。それをなんかこう自分で反省にする、あここがこういうのが抜けるからなんだなとか、うんうんうん、あとまあこれは素晴らしいリリースだなっ って見てたりとか結構勉強になりますよね。勉強になりますね。教材が毎日のように、はいはい、ね、落ちているから、うん、はい、うん、でまたそれがね記事になってたら記事になってるのも見れるし、はい、あここに記者は食いついてたんだなとかね、うんうんうん、そうですね、勉強になりますよね。そうなんですよ、うん、なので、ね、結構ね定期的にやるのをおすすめしてます、うん、はい、ですね、アンテナも張れますしね、はい、アンテナ張れます、はい、はい、ということで2つ目は本とネットを見ろでした、はい、ね、はい、では3つ目、これ3つ目は、はい、結論から言うと、うん、ベンチマークの企業を作るっていうこと、うん、はい、ベンチマークする企業、はい、そうですね、あの例えば自分の会社と似たようなサービスとか商品を持ってる会社さんとか、うん、まあ、そこでなおかつ広報を積極的にやられてる会社さんがあるんであれば、そこをしっかりベンチマークするっていうことですね。であのさっき言った、うん、まあ、プラットフォームの中でいろんな情報を雑多にインプットするっていうことも、うん、もちろんあの社会全体の流れを知るにはすごい有効なんですけど、うんうん、細かく今このタイミングで同じ業界って何を攻めてるのかとか、うん、どんなリリースを出してるのかとか、うん、あの競合がどんなメディアに出てるのかって結構重要な情報だったりするじゃないですか。なので、私はですね、まあ、ベンチマーク企業っていうのを必ず決めて、うん、そこの、会社のホームページのニュース欄とか、うんうん、プレスリリース欄ここに出ましたとかね、はい、それをめちゃくちゃ細かくチェックめちゃくちゃ細かくチェックしてんだ、はい、ここが狙いどこやなと、はい、なるほど、うん、まあね、もうだって一番近いところだもんな。そうなんですよ、うん、そうすると あの雑誌のあの特集にこっちの企業は載ったんだけどこっちの企業は載ってないとかっていうと、アプローチしたのかしてないのか、それともネタが面白くてここだけ取り上げられたのとか、うんうん、例えばメディアとかニュースって基本的に一社単独で巡ってほとんどないんです。少ないですね、うん、ないんですよ、うん、ということはそこが載ってたらうちも出れる可能性がある。確かに、うん、確かに、そう、うん、チャンスがあるので、あの、あ、こういうリリース出してるなっていうのを知ったんだとしたら、このリリースだったらきっとこういうメディアにアプローチをしてるかもしれないとか、うんうん、っていうのを想像して、うんうん、そこに先回りをしたりとか、なるほど、はい、っていう風に、うん、あの自分の会社の広報戦略がなんとなく描けないっていう場合には、うん、ベンチマーク企業をヒントにするっていうのはむちゃくちゃおすすめです、うん、なるほど、すごい作戦を立ててるわけですね、はい、ギラギラしてるじゃないですかねえ、ねえ、でもね、うん、いいお手本が短い、ね、いや本当ですよね。だからやっぱ、はい、ゼロから企画を作ってゼロから売ってこいっていうのはやっぱ難しいのですから、打率が低いから、い本当に低いです ね、 ね、 ね、うん、やっぱり取っかかりを探すっていうのがやっぱ大事ってことですかね。めちゃくちゃ大事だと思います、うん、はい、なるほど、うん、勉強になりますねなりますかね、なりますね、はい、はい、ということで3つ教えていただきましたけど、はいはい、どうですか、広報は今後、うん、どういう広報の在り方っていうか、うんうん、どうなっていくと思われてます？そうですね、うん、もう まあ、ありとあらゆるものやサービスが、うん、まあ、今までは、まあ、広告で売れるとか、うんうん、ある程度こう機能が充実していれば売れる、選んでもらえるとかっていう時代から、うん、まあ、もう一歩二歩進んで、その企業のスタンスがどうとか、うん、まあ、どういう思いで作られているのかとか、うん、どういう会社の運営の仕方、うん、社員に対しての接し方とか、うん、そういうところまでやっぱり生活者が、うん、まあ、目を向けるようになってきている。おー、なるほど、会社の哲学的なところってことですか？そうですね、うん、まあ、まさにこれって広報の領域なんですよね、うんうんうん、なので
単純にいついつどんな商品が発売されるとかっていう、うんうん、もう本当に新商品情報っていう、うん、ほぼど真ん中の情報だけじゃなくて、うん、ありとあらゆるこう企業の情報っていうのを、うん、まあ、表に出して透明性を作るっていうことが企業の信頼を獲得するのにすごく大事ですよって言われているので、うん、そういう意味では広報の仕事っていうのはこれから重要性が増してくると私は思ってます、うん、なるほど、うん、じゃああれですね、なんかよくたまにこうネットとかに書かれてる、うん、そのプレスリリースはもうチャット GPT とかああいうのは AI 君が書くんで、もう広報はいりませんっていうのは嘘ってことですね、はい、そうですね、それはもう部分的な話、そこだけの話だと、はい、そうですそうです、はい、でもリリースだけ作ってるんだとすると、はい、もしかしたら危ないかもしれませんよっていうことはあるかもしれないんだ。そうですね、まあ、うん、ポジティブに転換すると、うん、すごくたくさん作業をしなきゃいけないことがあるんですけど、うん、それをチャット GPT とかいろんなツールが補ってくれるので、うん、むしろヘッドワーク、うん、脳みそを使わなきゃいけないところにリソースを集中できるっていう意味では、うん、チャット GPT とかを使いこなせる広報さんの方がより質の高い精度の高い広報活動ができると思ってるので、さらにこうね、はい、深い、はい、広報活動ができるかもしれないという可能性は秘めている。チャット GPT とお友達になっておいた方がいいと思います。そうですね、うん、あとね、経営者ともお友達になっておいた方がいい。それ大事です ね、 ね、本当社長と友達になっておいた方が、はい、いいですね。通貨のね、中に通貨の中になっていくといいですね、うん、なっていくと、はい、うんうん、まあね、でも広報は本当になんかこう、まあ、なんか社内全体を明るくする仕事っていうかね、うん、なんか一個なんか出たり、ね、するだけでもう社内の空気一気に変わるじゃないですか。そうですね、その辺が僕は結構醍醐味だなと思ってこの仕事をしているんですけど、その辺はやっぱ変わらないでいてほしいしな、うん、そうですね、社内の理解が高まれば高まるほど、うん、露出できた時の、まあ、喜びっていうのを皆さんと共有できたりするので、うんうんうん、あの出て終わりとか取材に決まったら、あのそこが一番こう なんだろうな、広報の達成感としては結構高いんですけど、うんうんうん、実は大事なのは出終わった後、そうですね、うん、それをどうお客さんとのコミュニケーションツールにするかとか機会にするかっていうことの方が、うん、まあ、よっぽど大事だったりするので、うん、ぜひね、そこまで描けるようになるといいなって思ってます。広報は安泰みたいです。はいはい、まあね、広報、僕らとしては広報やってるものとしては、はい、やっぱね、あの広報人気は上がってってもらわないと、うん、そうです ね、うん、ね、商売上がったりですから。いや、そうですよ、うん、ね、いや、そうだから、これで広報で例えばマーケティングとかブランディングとか、うんうん、広報×何々って掛け算してキャリアがどんどんこうね広がっていくと、かなり世の中で重宝されるですよね。広報だからこれしかやっちゃいけませんという時代でもなくなってきてるし、本当そうですね、うんうん、そこはそうだと思いますよ、うん、ね、はいはいはい、ということ で、 おすすめです。日本に渡りまして小野さんにいろいろ教えてもらいましたけど、はい、一人広報の戦略書ぜひ読んでください。もう一人広報の方本当たくさんいると思いますし、この本にも書いてあったけど、ね、うん、あの広報を置いてない会社、はい、その社長がやんなきゃいけないみたいな会社もいっぱいあるでしょ、うん、そうですね、まだまだ多いと思います、うんうん、それそういう方もこう絶対知っといて損はないというか、はい、そのうち広報の人は入れるかもしれないけれども、うんうん、入り口としてね、はい、知っといて損はないし、はい、メディアとは絶対仲いい方が会社としては絶対いいし、いいですね、はい、いいと思いますよ、これ本当よかった、はい、この本、うん、嬉しいです、ね、ぜひ、はい、ぜひ読んでみていただければと思います。よろしくお願いします。はい、そしてね、候補の皆さんでね、うん、X に登録している方は、はい、ぜひ小野さんをフォローしてください。はい、よろしくお願いします。ね、はい、小野さんもいっぱいヒント落としてますよね、本当。あ、本当ですか？まあ、うん、X でいろんな人と絡んでるの見ますよ、はい。あ、そうですね、いろんな人と積極的に、はい、絡んだり、ね、はい、思ったことを、頑張りましょう。はい、頑張ります。はい、ということでございまして、日本に渡りまして、はい、小野あかねさんにお話を伺いました、はい、ありがとうございました。バイバーイ。